アスタープレイスのすぐ北側にあるアラモキューブ。アスタープレイスはニューヨーク市マンハッタン区のローアーマンハッタンを走る通り。ワシントンスクエア公園等があるクリニッチビレッジの東側の、農方イーストビレッジ内の2ブロックにわたって走る短い通りである。周囲のランドマーク。 1>, 1、クーパーユニオンファンデーションビル2、アラモキューブ3、445ラファイエットストリート4、アスターオペラハウス跡地に立つクリントンホール5、444ラファイエットストリート6、ザパブリックシアターの拠点である、アスターライブラリー7、アスタープレイスシアター8、ケマート9、ハミルトンフィッシュハウス通りの区間は、西はブロードウェイから、東は3番街までの短い距離である。三番街より、 東はセントマークスプレイスとなる。途中でラファイエットストリート及びクーパースクエア4番街と交差し、クーパースクエアのすぐ東で東8丁目と南から交流する。アスタープレイスのすぐ北側にはクーパースクエア、ラファイエットストリート4番街及び8丁目に囲まれてできた2つのプラザ、アラモプラザとアスタープレイスステーションプラザがある。アスタープレイスは この通りの周辺の地区を指して用いられる場合もある。通り名はかつてアメリカ合衆国で最も裕福であったジョン・ジェイコブ・アスターから取られている。彼が他界した1848年にこの名前が付けられた。2013年には16ドルミリオンのアスタープレイス再建工事が始まった。アスタープレイス東8丁目よびラファイエットストリートの交差点にはかつて アスターオペラハウスが建っていた。この劇場はザ・ファッショナブル・シアターとするべく1847年に建てられた。この場所では1849年5月10日にアスタープレイス暴動が起こった。ジャガイモ基金の絶頂期、ニューヨークのアイルランド人の間で反イギリス感情が高まっており、その刷け口をお互い近くの劇場でマクベスのバージョンを上演していた。 アメリカ人俳優 EN、エドウィン・フォレストとイギリス人俳優 EN、ウィリアム・チャールズ・マクレディのライバル関係に見出した。マクレディに対する抵抗は非常に暴力的になり、警官が群衆に発砲するに至った。少なくとも22人が死亡し、150人以上が負傷した。この劇場はこの暴動の汚名から逃れることができず、その後すぐに閉鎖された。その内装は解体され、 建物はニューヨークマーカンタイルライブラリーとして利用されることとなった。19世紀半ばから後半、このエリアはアスターやバンダービルト家、そしてデラノ家などニューヨークの最も裕福な人たちの住む場所であった。編集者で詩人のウィリアム・カレン・ブライアント及び発明家で起業家のアイザック・シンガーラもこの地区に1 8 8 0年代に住んでいた。 しかしながら19世紀の終わりまでにエリートたちはこの地区から流出し倉庫や製造業者が流入してくるようになった。この地区は荒廃したが1960年代後半と1970年代に再び活性化された。今後の計画2013年ニューヨーク市交通局によるアスタープレイス及びクーパースクエア改修計画が着手された。通り自体は ラファイエットストリートの地点までとなり、そこから3番街までの区間は、アラムプラザが拡張され、車は進入できなくなる。これによって、ラファイエットストリートとクーパースクエアの間の区間では、アスタープレイスの南側の歩道と、クーパーユニオンファンデーションビルの北側の歩道が拡張される。アスタープレイスステーションプラザもまた改修され、東9丁目より、南の4番街及び、 クーパースクエアの2種半分はバス専用となり、東5丁目と6丁目の間のクーパースクエアには新しい歩行者用プラザが建設されることになっている。この結果、この周辺の交通の流れは大きく変わることとなる。ラファイエットストリートと3番街の間のアスタープレイスは東行き一方通行の東8丁目となり、現在両方向通行のクーパースクエアのバス。 専用車線は機体機の一方通りとなる。この16ドルミリオンのプロジェクトは2008年に最初に提案され一度帰却されたが、2011年に再度提案された。工事は2013年9月に開始された。アスタープレイスシアター現在299席あるオフブロードウェイのアスタープレイスシアターは、ラファエットストリートに立つ。 歴史的建築物コロネードローに1969年から置かれている。この劇場はサム・シェパードのようなダウンタウンの劇作家の作品をプレミア上演することで知られていたが、1991年からブルーマングループの拠点となり、現在は彼らがこの劇場を所有している。ジョセフ・パップ・パブリック・シアターは、かつてのアスター・ライブラリーの位置、ラファエット・ストリートを挟んで、 アスタープレイスシアターの向かいに立っている。ここでは、ニューヨークシェイクスピアフェスティバルが開催される。アスタープレイスの中央部分すぐ北にある大形の安全地帯、アラモプラザは、人々の待ち合わせ場所、溜まり場、スケートボードの遊び場となっている。この地帯の中心には、トニーローゼンタールの彫刻、ザキューブとしてよく知られている、アラモがあることで有名である。 これは大きな黒い金属でできた立方体でその頂点の一つを支えにして立っている。ニューヨーク市文化局が主導する彫刻と環境事業の一環で1967年に設置された。このアラームキューブはイーストビレッジにおける有名な待ち合わせ場所となっている。この彫刻は垂直軸を中心に手で押して回すことができる。一人の力でも回せるが、 複数人だと簡単に回すことができる。2003年、このキューブの表面は ATF スクワットによるいたずらで巨大なルービックキューブ柄に貼り替えられた。約24時間後にニューヨーク市の職員がこの色を塗った段ボールを剥がし、元の状態に戻した。2005年3月10日にはニューヨーク市公園保養局によってメンテナンスのために一時的に取り外された。代わりに、 ピーター・クーパーの名誉を称え、ジェロ・キューブと名付けられた PVC チューブ製の即席のキューブが設置された。2005年11月にはアラモ・キューブが再び設置された。その他の名所、客中。ありがとうございます。